い、こんにちは、グリードです。今回は11月21日に発売されました、今世界で一番売れている新作 FPS ストーカー2ハートオブチョルノービリをプレイしていこうと思います。開発はウクライナを拠点とする GSC ゲームワールド、対応機種は PC、Xbox、シリーズ X と S、 さらにゲームパスにも追加されています。今作は約15年前に発売されたストーカーと呼ばれるサバイバル FPS の続編になります。初代ストーカーは現在流行っているタルコフなどの略奪ゲームに大きな影響を与えました。ゲームの舞台は原発事故によって荒廃した立ち入り禁止区域ゾーンを舞台に超過酷な環境を生き抜いていきます。放射能によって変異してしまったミュータント、ゾーンで発生する超常現象アノマリー、そのアノマリーによって生み出される高価な物質アーティファクトを求めてストーカーと呼ばれる人たちは命がけで宝探しをしています。あまりに強すぎる NPC、 体力だけではなくスタミナ、空腹などにも注意していかなくてはなりません。そのあまりにハードコアでゲーマーに全く優しくないゲーム性がね、非常にカルト的人気があります。ストーカー2は2010年に発表され、実に10年以上にわたって延期され続けてきました。開発背景にはスタジオの財政難、新型コロナウイルス、そして皆さんご存知の通りウクライナに関しては2022年、ロシアのウクライナ侵攻が始まり、ウクライナに拠点を置く GSC ゲームワールドは大きな影響を受けました。ゲームスタジオで火災が発生、ロシアを拠点とするグループの犯行によりゲームデータを盗むサイバー攻撃、さらに開発スタッフの戦死、あまりに多くの困難を経てこのゲームは完成しました。その壮絶な開発背景は Xbox の公式チャンネルにて1時間半のドキュメンタリーとして上がっています。日本語字幕にも対応しているので、ぜひこちらご視聴になってみてください。前置きが長くなりましたが、世界初、戦時中に作られたまさに魂の FPS プレイしていきたいと思います。多分主人公視点でしょう。家が燃えてるってことでいいのかな。あれ、これはいきなりアーティファクトかな。ねえ、グラフィックは、アンリアルエンジン使われてるので、まあ、非常にグラフィック綺麗ですね。主人公っぽいね。もうガリガリ言うてますね。ガイガーカウンターみたいな音が。あ、缶詰。食料もね、大事ですからね。ハーマン。目の前の人がハーマンかな？主人公はスキフって出てたかな？スキフ。主人公スキフですね。燃えとるやん。焼き鳥やん。アーティファクトは非常に高値で取引される。まあ主人公たちはストーカーって言われる、まあ存在なんですけど、まあこのね、ゾーンって言われる、まあ原発事故が起きたエリアで見つかるこのアーティファクトっていうお宝をね、探し求める人たちだね。あ、始まる？もしかして。置いてかれました。ちょっと右、なんかもうとんでもないのあるな。懐中電灯。なんかちょっともうガリガリ言うてるね。スタミナもちゃんとありますね。これなん、何？これがさっき言ってた境界線ってことかな？この水歩いて大丈夫なのかな？もうあれだね。目的地、あ、画面の上に出てるか一応。コンパスに目的地は一応出てるね。この水歩いていいんかな？大丈夫かな？アノーマリーって呼び方でいいんでしょうか、あれは。おーっと？あれ？ビクンビクンしてる。あれは触れたら死ぬだろうな。ああ、AK74U かな。クリンコフ？そうだね、クリンコフだ。AKM74U。あのビリビリが、ビリビリについていくように動いたらいいってことか。あのアノマリに。これ今、このタイミングってことでしょ。あ、やばっは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 。あ、やばいやばいやばい。これ後ろ来る。あ、でもなんか多分絶対なんか拾えるよな、あれ。弾大事。OK。トンネルを抜けた。オレンジがメインミッション、青がサイドミッション、赤は敵。これのことですかね。ちょっと待って。やばい、めっちゃ体力減ったやん。回復はこれ C 押すだけでいいのかな。いや、止血できてない。
あ、待って、なんかこれ無駄遣いした気がする。止血できてないね、これ。あ、できたのかなこれ今ので。あ、こいつから何も回されないんだ。え、弾少な。あ、死んでますね。これは AK の弾薬かな。カロリーメイト。カロリーメイトじゃないけど、あ、水か。まあ、水も大事。このゲーム、ウォッカを飲めば、放射線を少し回復、被爆をね、回復できるらしいんで、あ、敵がいるやん。敵か？どっちだろう。ウォッカを飲めば、大体回復するらしいですね。はい。ちょっとガリガリするね、この辺。まあ、後で売れるのと、耐久性、そう、耐久性があるんだよね。で、どん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 、劣化していくと使えなくなってくるから、弾を引っこ抜いてどんどん売っていけって言ってたね。エコー検出器。アーティファクトを発見するのに役立つ。はい。重要アイテムですね。アノーマリを見つけろ。あれじゃないですか？違う？いや、これでしょ。どう見たってこれでしょ。めっちゃピコピコ言ってるから多分これよな。これ入っていいやつなのかな？あ！スラグ？なんか拾った。絶対素手で持っちゃダメやろ、今の。で？で、うわー待って、ちょっと、うわー待って、やめなさい、待って、うわー待って、透明だこいつ、あれホラーゲーム、これもしかしてホラーゲームですか。え、なに、いる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 、やってないやってない、思ったより硬い、やべ、体力マジでやばいな、これ。あ、やった？これ、ホラーゲームです。あれ？これ、ホラーゲームですね。ちょっと待って。これ、体力大丈夫か？なんか、水でも飲んどく。これ、あれじゃない、昔ね、ニコニコ動画でストーカー見てた時、覚えてる？これ。これ、サッちゃんでしょ？サッちゃんって言ってたよね、みんな。なんだっけ？何で？あ、そうだ、アーティファクト拾ったんや。アーティファクト拾いました。どれ？これ。スラク。放射線保護。まあ、いわゆるこの アーティファクトが、まあ、お宝で、高値で売れるし、特殊能力が付与される。まあ、いわゆる RPG でいうネックレスとか指輪みたいな感じだよね、多分。放射線保護がつきました。なんか、旧作は、その、武器もね、粗悪品ばっかで、命中率がほんと悪かったんですけど、本作はどうでしょうね。普通にやれるっちゃやれるか。弾少ないからな、あんまり無駄打ちしたくないよね。スコープもないから全然見えない。やったか？なんか！あ、大丈夫。焼いてんじゃん。ん？え？え？え？は？え？何？え、待って、ゴリクソ体力減ってる。え、何？また奴がいる。サッちゃんがいるか？サッちゃんがいるのか、これ。なんだ？え、でも何も見えない。何も見えない。え、何？え、でも切られてる。いや、これ違うか。もしかして、単純にこれ、ここに近づくと、ダメージ食らうってやつですか？もしかして、一定時間で。こっち？おい、やばい、めっちゃ回復使ったんだけど、これ、ロードした方がいいっすかね。あそこにいると一定時間でダメージ食らうっていう。そういうエリアっていうだけだった。何？いや、爆発する前の音。やべ。いや、見えてる見えてる。絶対見えてるから、その角度。絶対見えてるから。え？僕が撃ったわけじゃない。味方かな？違う？スナイパーがいる上に。味方、ああ、グレネードね。エナジードリンクかと思った。この状況で飲むんかと思ったけど。やばい、僕、FPS 用意しないけど、この画面はちょっと気持ち悪くなるかもしんない。え？あ、ここまでやったのに取られちゃったやん。ストーカー2。いや食われとる。可愛くないな、この犬。おお。おお。
最悪の気象なんだ。ランダーも次から次で次へと。ボルト、あ、ボルトか。イントネーション、それだけなんですか。え、待って、これもしかしてアイテムないとかじゃないよね。あんないっぱい拾ってたのに。ない。めっちゃ剥ぎ取られとるやないか。でもなんかハンドガンとかは残してくれるんだね。なんやねそのちょっとした優しさ。ボルトを投げ入れる。ボルトでも1個しかもらってないんだけどさ、これ。え、待って、目的地とか教えてくれないんだけど。これがストーカーです。全く優しくない感じ。まあでもチュートリアルがあるだけ優しいのかな。投げる、右に引っ張られるやん。でボルトは1個だけもらったはずだけど、なんか無限にある。大丈夫だなこれ。大丈夫ではないだろ。あ、目的地急に出てきた。あ、おっちゃん、さっきのおっちゃん、無視無視、見向きもしない。ねえ、もしもし。もしもし。リヒーターさんは、あ、その、何者なんですかっていうと。あ、ティブザヘリフト。しがないストーカーさん。僕のアイテムはどこ行ったん？いっぱい、16丁ぐらい拾ってたんだけど。え、マップ今更だけど、マップ広くね？このゲームさ、いわゆるファストトラベルっていうのは一部しかなくて、お金を払って移動するんだけど、まあだから基本的に歩くんすよね。メインミッション次、結構遠いね、これ。え、ちょい、痛い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 、ちょっと待って、撃たれてる。今撃たれてる、撃たれてます。撃たれてます。撃たれてる？いや違う、やり合ってる？いやでも多いな。ハンドガン一丁でいけんのかな？いや、これ、撃っていいの？撃っていい。いや、でも、味方マークだ、味方マーク。いや、違うやん。どっち？いや、味方マークだったって。緑色だったって。やばい、やばい、やばい、いて、いて、いて、ガチでいて、ガチでいて。もしかして、銃構えてたからとかじゃないよね。こんなハンドガンじゃ、弾も少ないのに。やばい、やばい、ゾンビみたいな突り方してくる。やべ、もう、これ、命中率ね、やっぱ、ちょっと、いや、グレネード一人に使う重火器量じゃないだろ。節約しろよ、少しは。この物資が限られたこのストーカーの世界でそんな使うことないだろ。いや、やっぱね、銃の命中率はほんとね、悪いから難しいね、狙うの。まあその、このゲームは、まあ約15年前に第1作目が出て、まあ非常にね、カルト的人気があるんですけど、まあ今流行りの、いわゆるタルコフとか、まあそういう脱出ゲームだね、あの、物を拾って、みたいな。まあそういうゲームにめっちゃ影響を与えたゲームですね。ところどころ、拾い方とかアイテムの、ね、使い方が似てるのは、そういうところですね。むしろこっちが元祖ですね。いやでも雰囲気最高ですね、本当に。この、荒廃した、まあ本当熱狂的なファンがいるのもわかるね。敵いる。敵いる。敵いる。間違えて回復使った。もうちょ、待って、これ。ワンボタンで回復使っちゃうのちょっと、まずいかな。やばい。もうこっちを視認しているやん、向こうは。え？もしかしてヘッドショット一発か、これ。ってことは。はっ！ビューティフォー。本当に極力ヘッショーを狙って、弾薬節約していかないと、見える。ダウン。わあ、なんか、みんなあれだね。武器がさ、もう壊れかけだ。耐久性がもうボロボロ。あ、2階か。そこ。やった。やった。もう一人。やった。ツーダン。クリアか？音楽が止まりましたね。PC 版はね、パッと、おお！え？あ、捉えられてたってことでいいですか？これはいわゆる、RPG でいう最初の街ってやつじゃない？おお。すごい、人いっぱい、サイヤ人がいるのか？意外と快適そうな生活してんな、なんか。あれ？あ、取引あるやん、取引。うん、品揃え。少ないなぁ。パン3個、ソーセージ4個。嘘つけ、お前、後ろの棚の食料なんや、それ。あの缶詰くれよ。ん？え？これは、これは商品？
とうございました。とりあえず、ある程度食料あるから、まあメインミッションやりますか。なんか2つあるね。多い、多い。うわぁ、なんか弾を回収で、じゃあ多くないか？弾を回収できないやつに使うのなんかもったいない気がするな。放射線が強いか、この辺。どうだ？ウォッカはありがたい。え？え？腕立てしてるんですけど。いつ声かけたらいいんだ？これ、タイミング教えてほしいな、これ。いやまだやりたい。まだやりたい。まだパンプアップ足りない。もういいから。まだ違う。ちょ、ん？なんだこれ。なんだお前は。話しかける。待って、武器しまった方がいい？もしかして。話しかける。ハロー？もしもーし。あ、ん？なんだこれ。もしもーし。ん？何？どういうことこれ。ハロー？何も押せないな。何も押せない。バグったか？バグったな、これ多分。ロードってなると、おぉ、立った。いやーもう、おいーえ、ちょっと話しかけられないんだけど、え、待って。え、積んだ？まさか。積んでる？積んだわけじゃない。え、積んだの？これ、もしかして。ちょっとこれ腕立てジャンキー野郎に話しかけないと。あ、いや。ああ、よかった。下、モブや。あの腕立て。モブじゃねえか、あの下。というわけで、一旦メインクエストが落ち着いてるので、ちょっとサブミッションを受けようと思います。で、この動画の中では正直言って、ストーカー2っていうストーリーをね、完全に理解してもらうのが非常に難しい。なので、短めのサブミッションをね、やって、で、まあ、このストーカー2の雰囲気がね、感じられればいいかなと思います。ストーリーの方を正しく一から理解したい方は、僕の過去配信 YouTube に残してあります。で、もしくは、まあ、ご自身でぜひプレイしてみてください。まずこの商人さんに、ミッション、なんか稼ぎたいです。ね、このちょっとしたミッションいろいろありますね。荷物とか、侵入者を追い払う。一旦これやってみましょうか。場所も近いので、ちょっと行ってきましょうか。で、お腹空いてるから、ちょっとパン食べて。まあ、報酬もめちゃめちゃ安いから、多分、すんごい簡単でシンプルなミッションだと思うんですけど、あそこにいますね。あ、痛い。あ、待って、ジャブった、ジャブりました、ジャブって、あ、死ぬ。ちょっと。まあ、皆さんに、このね、ストーカーのこの難易度、一番初歩的なサブミッションといえど、ね、こうなるということをね、まあお見せしたかったのでね、一旦ね。この距離からサブマシンガンで狙撃というのも、ちょっと難しいから、攻撃力ないのかな？当たったか。ヘッドショット。ツーダウン。グレネード投げてきたか。やべ、当て感がおかしい。なんか増えてないか？もう一人やり？弾切れ。なんかやり合ってる。別の、なんだ、別の敵？それとも、援軍か？あ、援軍っぽいっすね。あ、援軍ですね。まあ、なんかすごいここっぽいけどね。なんかここっぽ。血がついてる。おいしょー。排除。拾う？あ、ショットガンか、これ。ショットガンの罠ね。また、これグレネードの罠。まあまあ、引っかからないですよ、こんなのはね。さすがに。外にも敵いるし、ただもうちょい中あさりたいな、これ。あれか。ワンダウン。あれ ?AI 結構バカか？でも、エイムはクソいい。やべ。エイムはクソいいけど、隣で仲間が死んでも別に、のほほんとしてるから。ちょっと待って。え、これやば。やばい。え、硬い。ヘッドショットじゃないとマジで硬い。回復してもらえますか？まあ、回復させてもらえますか？これ。やれてないのか？今のヘッショじゃない。え？撤収じゃない。え？なんだ？まさかこれ、ジャムった。あ、ジャムってる。
ちょっと待って、あと、これ何体いるんですか？オッケー、4キルした、4キルした。え、ジャムった！ちょっと。ジャム直せるんだ。リロード直してジャム直せる。あ、またジャムった。ちょっと待って。ジャムりすぎ、ジャムりすぎ。あ、ジャムった、ジャムった、ジャムった。痛い。なんかぐるぐるしてる。ああ、死んだまあ、このゲームの感想をまだ言ってなかったですね。まあ、4、5時間プレイしただけだから、なんとも感想は言えない。このゲームの感想はね、ほんと100時間ぐらいプレイしないとまだ言えないかもしれないんだけど、本当は。まだね、序盤じゃね、やれることがまだまだ少ないし、まだ正しい評価はできない気がする。なんか光ってますね。なんでしょうか。一言で、このゲーム言うと、うわぁ一言で言うと、すごいやっぱ昔のストーカーもね、ハードコアで初心者に優しくないというか、昔のゲームっぽく説明が少なかったり、難易度もめちゃめちゃ難しかったり、まあでもそれがこのゲームのらしさではあるんだけど、この昔の洋ゲーの理不尽さを楽しめるんだったらすごく楽しいと思う。全然前に進めないの、これ。さあ、敵もめちゃめちゃ強くて、説明も全然なくて、とにかくハードコアなこの世界観。これが好きな人はね、たまらないと思う。僕は全然昔から洋ゲーやってたから耐えられるんだけど、だから最近のゲームしかやってないっていう若い子たちは耐えられるかどうかわかんないね。難しいとは思います。ただ、まあやっぱりこの独特な世界観はたまらないですね。で、確かにバグもあるけど、ここの開発はね、まあ、ウクライナでさ、戦争の中、戦時下の中、なんとか完成してやっと発売されたから、まあまあ、多少のバグは全然気になんないと思うんですね。むしろ、バグが面白いまであるから。不便さとそう、バグの多さ。これも含めてストーカー、ゾーンである、と言えるかもしれないですね。これ、ボルトでなんとかなるもんなの、これ。ダメだ。無理やり進もう。そうね。ベセスダゲーに比べればバグは全然ない。あ、間違えて、ウォッカ飲んじゃう。またロック中？カードキー？知らないよ、カードキーなんて。カードキー？ね、この辺のね、説明もないからね。カードキー？手がかりを探すしかないな。カードキーってどこにあんの？この辺にある？まあ、面白いって感じるまで時間かかるかもしれない、初めてやる人は。でも僕は、ゲーマーとして、この、独特の世界観一度は経験してみてほしいな。なんかある。いや、ただのアイテムです。もしかしてさ、これこの中なんかある？まさか。なんかある。まあ、この、ね、もう説明なしで、自分で模索しながら進めていくのが、このゲームの醍醐味かもしれないね。やべえ、これ嵐じゃね？あ、やべえ、これ今外出れないやん。一旦寝よう、これ。嵐っていうのは普通の嵐じゃないですからね。薄い寝てもので。これでさすがに嵐もないんちゃう？おい。こいつ寝たら腹減るぞ。空腹マーク出てるやん。もう少し忍耐力というかなんかないのかな。さっき食ったやん。食っちゃねえしかしてない。え、ダメだ。パン1個じゃ足りないって。パンだとやっぱ回復量少ないんだな。パン3つ食べないと満足しないです、こいつ。サバイバルの、ちょっと待って。まあ、こんな極限状態のな、環境で、意識が無事ある方がおかしいかもしれないからな。あ、足が生えたみたいでよかったです。あれ？もしもし？もしもし？おーい。操作不能。操作不能になりました。じゃあ、これは、え、これもしかして、え、フリーズってこと？